試合前の、PR 撮影っていうのが、試合前にあるんですけど、僕は、そこでもね、メイウェザーにペースを握られてしまいます。はい、本当世界からも注目されてますし、試合を盛り上げる意味で何でもやろうと思いまして、こんな格好で撮影に臨んでメイウェザーにかましてやろうと思ってました。はい、次のページです。はい、羽織袴ですね。はい、日本を代表するという意味で羽織袴で、はい、記者会見をしようとしてました。はい、しかしメイウェザーサイドからこんなことを言われます。次のページです。ふざけた格好なんかせずに、お互いスーツで清掃するのがスポーツマンだろと。ここは正論で来るの？なんでここできっちり急に。そういう時だね。なんかおかしいよ、ムラがあるよね。そうですね、そこで初めて、あ、メイウェザーすごいなと思いました思いました、思いました。まあ、ボクシングにも歴史があるんで、はい、やっぱりこうエンタメというかそういうのではなく、もうしっかりとやろうということなのかなと思って。じゃあそのイケイケチームも、まあそうそうだなって、まあそうだなみたいな。いや、イケよ、イケイケなんだから行けよ。そこは意外とシューンとした関係ねえだろうですよ。そこは赤まで行こうぜ。じゃあ赤まで行こうぜ。あ、そうか、スーツだな。まあまあ本当だ、それ聞いて確かに一理あるなと。はい、まあ世界チャンピオンですし、まあ、5階級も制覇してますから、まあ、やっぱりそういうところはちゃんとしてる人なんだと、はい、そう思った僕は、スーツで、はい、バッチリと決めて記者会見に、はい、挑みます。はい、しかし記者会見場に現れたメイウェザーはこうでした。次のページ。遅刻してジャージ姿。ふざけんなよ。全然違うじゃん、めちゃくちゃだ。いや、スーツはと、はい、心の中でツッコミは入れたんですけど心の中、そうですね、直接口には出さなかった。やっぱりそうです、まあ、ツッコめる、まあ、英語力もないんでまあ、もうまず心の中では笑って、いや、スーツは入って、そうですね、スーツはと思ってたんですけどまあそこからですね、早々にペースを、はい、崩されてしまいます。こっからやってきてんだ。まあ、さらにメイウェザーは撮影の前にも運営側にですね、こんなことを言っていたそうです。次のページ。俺ジョジョ園弁当しか食べないから。いや、把握してんのかい、ジョジョ園弁当。知ってんの、ジョジョ園弁当。はい、だいぶ下にしてるじゃん。まあ、英語で言いますと、はい、I only eat ジョジョ園弁当 because very delicious that's my style と。知らない。何言ったの。まあでもイライラ本当したんですけど、まあでも自分もジョジョ園の弁当食べられたんで、まあよしと。そうか、天心選手の分もね。かわいいな。メイウェザーのおかげで。そうですね、まあ一応メイウェザーのおかげで、まあジョジョ園弁当食えたかなと。みんな人数分ありました？天心サイド人数分。人数分以上にあったんで、あの、家に持ち帰りました。さすがじゃん。そうですね。マノさんは、はい、楽屋のお弁当指定したことはありますか？ないです、ないです。そうですか、本当ですか？だ、え、怖。なんか微妙な間があるけど。え、なんか私なんかネットの噂で、一時期そのハロプロ時代にいろんな場所に新幹線で移動してたんですけど、どこからか急になんか、まのちゃんはこんな弁当食わねえっていうワードだけが世に出て、ちょっと某掲示板で流行った時期があって、それ以来私は弁当を指定してる説みたいなのがちょっとハロプロファン内に回ってて、今それを知ってんのかなと思ってびっくりしたんですけど。だから知ってたんでしょ。してないとやってるでしょ。はい、知らないです。なんかすごい怖かった。知ってたんでしょ。してるからですよね。知ってる、知ってた。ショック、まのちゃん指定してたらショックだわ。ショック。一番指定しなそうじゃん、ね、またネットニュースになっちゃうから本当メイウェザー選手は、あの、日本に来た時はジョジョ園しか食べないらしいです。毎日、そうです、ジョジョ園以外は食べないっていう風に噂で聞きました。なんてやつだよ。これだけではありません。その後行われたアメリカの記者会見、アメリカに行って記者会見もしたんですけど、うん、それも、どんどんメイウェザーのペースでどんどん進んでいきました。はい、飲まれちゃってんだな全部アメリカで。はい、メイウェザーは記者会見でこんなことをするんです。はい、次のページです。はい、一方的に30分話して、見たいアメフトの試合があるからと言って帰りました。めちゃくちゃだよ。すごいな。この時は1時間半ぐらい遅刻してきましたね。遅刻してきたんだ。それでアメフトの試合があるからって帰るんですね。あるから自家用ジェットで帰ってきました。自家用ジェット。いやむちゃくちゃなやつだ。仲間は勝手にいろんなことを進めて、はい、そういうメイザーを見て、自分は本当あっけに取られてしまい、まあ、こんな状態になります。はい、隣のページですね。はい、那須川方針と。あら、はい、これは満身より怖いね方針。
天心の心と方針の芯がかかってます。いや分かってる分かってる。おいおいおい、今日は君がこっちのルールでやってるからこっちのルールはもう我々が一番知ってるから。怒ってるな。やめられて、はい、でそんな僕が方針状態になった、記者会見の実際の映像があるので、見てもらいましょう。見たい、はい、それでは実際に行われた記者会見の映像を見てみましょう。2018年12月6日ラスベガス。この日の予定は5回スパーリングを行ってからの合同記者会見。時間より早く那須川天心先生が到着。時間より早く入るパターンですね。そして笑顔で記念撮影を済ませ、メイウェザーが来るのを待っていると、時間を過ぎても現れず、予定を変更し那須川天心先生だけで公開練習を開始。その後も全く現れる様子がないメイウェザー。果たして現れるのかどうか、まあ、来てもらいたい。するとライブ配信の文字も、果たしてメイウェザーは来るのか、記者会見自体が中止になる可能性まで出る始末。開始予定時間を30分過ぎたところで、あ、来ました来ました来ました、フロイド・メイウェザー Jr. です。めっちゃ赤い T シャツ。ついにメイウェザーが到着。来た来た、怒ってよ誰か。メイウェザーが携帯をいじる中、まずは那須川天心先生の挨拶。今回こうやって、初めて、ラスベガスに来たんですけど、すごいこうとてもワクワクしてます。こうやってたくさんの方にこう報道されてすごい嬉しいです。軽い挨拶を済ませ、1時間半の遅刻をしたメイウェザーへマイクを渡すと、First off, I want to say, I just want to say thank you to the media. まずはメディアの皆さんにお礼を申し上げます。お礼じゃねえ。今日ありがとうございます。I mean, this is not, これは自分にとっては、特別なイベントではないよと。まあ、12ラウンドやるものが試合だと思ってます。A big paydayでも、まあ、大きなお金が動く日になると。マイクを持ち自分のことばかりを話すメイウェザー。はい、フットボール。これからサーズネイタイトフットボールがあるんで、NFL もらってるよ、見なきゃいけないけれども。方針30分間勝手に話し終えると、フロイド・メイウェザーのコメントでした。コメントを終えていない。そうそう、草と帰ってしまったメイウェザー。この状況に那須川天心、超わがままなメイウェザーを見て絶対に勝ってやると。そうですね、まあ、そうなりますよね。で試合の日はどん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 近づいていきます。はい、メイウェザーの奔放な言動にどんどん苛立ちが募り、完全にペースを乱された那須川天心先生。さらに試合が決まった当初に自身がしたどんなルールでもやる発言が大きなしくじりを招いてしまったそうです。メイウェザーはさらに僕に仕掛けてきます。何を、はい、ボクシングルールで戦うことはすでに決まっていたのですが、試合の1週間前いきなりこんなことを言ってきます、うん、はい、次のページです。何したんだろう。キックしたら罰金5億円ねと。何言ってんの。5億円、小学生が言うような。そうですね、本当に、はあ、子供みたいなことを言ってきました、うん、蹴らないって言ってるのに、まあ、もしキックをやったら罰金5億ねと。これニュースになりましたね。ねを押してきましたね。5億はきついな。蹴ったら罰金5億なってめちゃビビってるもんね。ビビってますね。罰金5億だからな。5億だよ。めちゃくちゃビビってるもん、ね、これしかも一発ですから、はい、一発蹴って5億なんで、うん、2発蹴ったら10億2発で10億一発分の5億円だけなんとか集められなかったかな我々ね。早めに言ってくれんなら、ね、クラウドファンディングやってバーって天心に蹴らせましょうっつってもうほんときっちり契約を、はい、交わされてしまいました、ね、蹴りやったら一発っすよね。でもね、いやもう蹴りやったらもう顔面もう本当にバコーンと
込んでた。ムカついてる。メイウェザーにぶち込んでた。そうですね。ぶち込んでたらね、一発でもね、1ラウンドでやってよかったら。やったらちょっと。そっか、一発やりゃよかったんだね。一発あったらもう。まあ、そんなメイウェザー側の要望を受けて、はい、僕はこんなアイデアを思いつきます。次のページです。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。